おはようございます。ゴミは宝チャンネルでございます。本日は令和5年4月の19日、水曜日です。はい、えー、昨晩からね、えー、雨が降ったりやんだりでね、今日もね、午前中はね、なんか怪しい感じですが、今はね、えー、ちょうどう6時前ですが、今は雨は降ってませんがね、 はい、最近の、ね、天気はね、なんかおかしいですよね。急激に雨が強くなったりね、交砂とかね、PM2.5 とか飛んできてね、えー、体の調子を崩している方が多いんじゃないでしょうか。はいねまあ、暑かったり寒かったりするとね、しんどいですがね、はい、ありがとうございます。 ゴミはたチャンネルでごごござざいいいいまますすつもねご視聴いただきありがとうございます最近ね、家のね、電化製品がね、順番にね、えー、調子悪くなってね、最近ではね、電子レンジがね、壊れちゃいましたよ。昔のはね、えー、温めるだけの機能でしたからね、そう簡単には潰れなかったんですがね、今はね、一つのね、 レンジでいろんなことができちゃいますから、だいたい7年ぐらいが寿命みたいなことをね、電気屋さんの人は言うてましたね。はい。ね。ぺんに壊れるとね、痛いですね。それに最近ではね、電気代がね、むちゃむちゃ高いですよ。まあ。はい。お給料はね、上がらないのにね、 えー、出ていくお金の方が増えていっちゃうとね、えー、生活にね、支障が出ちゃいますからね。はい、えー、いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。ゴミは宝チャンネルでございます。お、この車一時停止あんのにね、うん、飛び出してきましたね。ぶつかるかな思いましたよ。はい、いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。 ゴミは宝チャンネル」でございます。 ありがとうございます。ゴミは宝チャンネルでございます。四月もね、えー、早くね、もう後半戦になってきてますがね、あっという間ですよね。はい、ええー、会島のね、えー、商店街のね、えー、夜の風景であります。 最近はね、えー自、自転車乗る方はね、ヘルメットをかぶってる方がね、えー、ちらほら見受けられるようになってきましたね。はい。でもね、なかなかね、無糖化のチャリもあんね、全然減りません。はい、えー。一旦停止ですが、もう止まりませんよね。はい。 車来てんのにね、この自転車もね、止まりません。危ないですよね、えー。道路が赤く塗られてるっていうのはね、危険地帯だよって示してるのにね、その危険地帯にね、突っ込んでいってるんですからね。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ゴミは宝チャンネルでございます。 はい。最後までね、ご視聴いただきありがとうございます。ゴミは宝チャンネルでございます。感謝でございます。またよかったらね、見に来てください。ありがとうございます。ゴミは宝チャンネル。ご視聴ありがとうございました。感謝でございます。